はい、木梨陣屋と、まあ、所在地は藤岡市白石あざ上郷。足利氏の系譜を引く木梨は三河、現在の愛知県東部に本領を所有していましたが、忠臣蔵に登場する吉良上野介義仲の祖父吉也の時代、寛永5年1628年頃に徳川家康により上野の国、現在の群馬県、まあ、白石村に740石の所領を新たに配領し、当地に陣屋を置き納めさせていました。吉良氏は京都の朝廷と幕府との間の儀式や作法を指導する高家という役職につき、吉也、吉冬、まあ、吉仲の3代にわたり世襲していました。討ち入後の元禄16年1703年まで白石村は吉良氏の所領でした。昔白石村で忠臣蔵を興行すると火の雨が降ると言われ、当村では忠臣蔵の芝居は行われなかったと伝えられています。あー、なるほどね。まあ、ここにね、まあ、元禄6年だから、まあ、忠臣蔵の10年くらい前ですよね。1693年に描かれた絵図、こういう、ああ、なるほど、まあ、井戸はここにあって、まあ、陣屋はね、まあ、ここ1番陣屋、上野介之助の産湯を汲んだと伝えられる井戸、まあ、飯玉神社、まあ、そっちの方にあるんですかね。うん、こうかな。今はね、まあ、この陣屋跡はね、まあ、一面のね、おネギ畑ですね。吉良上野介館跡、すごいおネギ。こういった、まあ、駐車場がそこでね、まあ、井戸がそこなんですね。じゃあちょっと井戸行きましょう。こちらにもね、まあ、ちょっとした説明がありました。吉良上野介陣屋跡井戸、まあ、元禄時代忠臣蔵芝居で有名な吉良家の領地が白石にあり、ここに陣屋が置かれた。領主吉良若狭守の正室が伊香保温泉に湯治した木とこの屋敷に滞在して獅子上野介義仲を産んだ。彼の産湯を汲んだのがこの井戸だと伝えられる。井戸水は毎月1回赤く染まるので汚れ井戸と呼ばれ、飲料水にはしなかったという。なお当地では領主吉良上野介を敵役とする忠臣蔵は禁物とされた。なるほど、まあ、確かに、ね、そうなんですよね。こんな離れてるんですけど、この前にはですね、井戸があるんですね。どうでしょう、うまく映りますかね。ちょっと慎重にしないと落っことすと大変だからね。感じ、ここが吉良上野介さんの産湯を汲んだ井戸です。うん、そうですね、ちょっと全体をまあ眺めますか。こういった場所なんですけどね、まあ館がそちらにあったんですけどね。
そうですよね。またこの地図ですか。まあ陣屋こんな感じ。まあ陣屋なんでそんなに大きなお屋敷というわけでもなさそうですけど、まあ井戸そこですよね。で飯山神社ですよね。陣屋井戸。まあこういったことなんですね。へえ。まあちょっと飯山神社でも探しに行きますか。まあどこを探しに行ってもいいんだけど。ここはね、まあ、白石公民館のある、まあ、飯山神社なんですけどね。まあ群馬県藤岡市です。今ね、11月から12月中旬ってあるんですけど、まあ、三波咲で名高い冬桜、あ、ともに名高いね。天から賜りし山の井戸とり。まあ、今が一番ね、冬桜と、まあ、紅葉の季節で、まあ、一番賑わってる季節だと思うんですよね。まあまあ、なかなか行けないんですけどね。ここはね、飯玉神社ですね。これが神楽殿ですね。こういった。飯玉神社。こちらがね、まあ、拝殿の向かって右側の脇障子ですね。まあ、龍ですね。すーご。大屋ですね。この階段の先には何があるんだな。こちらがね、まあ、先ほどが向かって右側だったんですけど、こちら向かって左側です。右側は登ってましたよね。これは頭が下になってるから下ってますね。まあ、上り竜と下り竜ですね。まあセンターがね御嶽神社、まあ右側がね穂高山狼、そしてまあ左側が伊原狼ですかね。まあ山岳信仰ですね。まあ、実月と随雲ですね。そうですね。そちらも何か。お。すごい感じになってる。大正10年、狩野と鳥居。
年9月今。おお。大野。狛犬さん。こちらは比較的新しいですね。昭和55年、12月吉日、飯玉神社、富士講一堂。これは、行進。文字塔の道祖神。霜月13日。あ、右側が年ですよね。ちょっと右側見ますけど、ちょっと見れるかな。文字塔の道祖神、明和6年土の塔牛天。そんな文言が彫られてます。すごい、なかなか大変ですね。こちらもね、表面は何か彫られてるんだと思うけど、ちょっとこれは、わからないですよね。こんなに茂っちゃったからね。そちらね、木を、ちょっとね、木の稲ってありました。写真で補足しますけどね。木の稲って書いてあったから、大黒天が祀られてあったんでしょうね。